はいどうもこんにちは、枝っぽいようです。新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。新年の挨拶としまして、いくつか話しておきたいことがあるなと思いまして動画を撮っております。今動画を撮っているこの日は1月の3日の午前中です。新年の挨拶にしましては少し遅いんですけれども、もともと撮っていた動画がありましたが、石川県能登半島で起きた地震や、また羽田空港での飛行機事故等の痛ましい出来事がありまして、ちょっと撮り直しをしようかなと思いまして今この動画を撮っております。と言いますのも、なんか SNS とか見ますと自粛ムードと言いますか、不謹慎なことを言うなみたいな、そういうような流れっていうのが一定数あるなと思いまして、まあ私がふざけた動画を撮っていたわけではないんですけれども、ちょっと言いたいなと思いまして、改めて動画を撮り直しているところです。というのも冒頭で明けましておめでとうございますと述べましたけれども、なんか明けましておめでとうございますと言うなみたいなね、まあそういうふうな雰囲気っていうのもあって、私はまあいかがなものかなとちょっと思うところがありましてね、それでちょっとこう動画を撮り直そうかなと思って撮っています。だこういう時っていうのは日常変わらず過ごすっていうことの方が大切じゃないかなと思います。自粛ムードだったり慎むべきみたいなね、まあそういうことをおっしゃる方はおられるんですけど、まあ正直あんまり意味がないなと思うし、私はそういうのすごく嫌ですし、なんか誰の得にもならんじゃないかっていう気がしているんですね。やっぱりこう日常を普段通りに過ごして、そしてさらにプラスアルファ何か支援できることがあればしていくっていうことが一番いいんじゃないかなと思うんですね。だから新年の挨拶は控えますとか、あんまり言葉尻を捉えてね、叩いていくような雰囲気っていうのは良くないなというふうに私は思っているので、できるだけ日常通り過ごせたらいいんじゃないかなと私は思っています。自粛すると経済的にも落ち込んでいくばっかしで誰も得しないと思うんですよね。ですから、日常通り普段通り初売りとかやってると思うので、普段通りに振る舞っていくっていうことがいいんじゃないかなと思います。そしてできることがあれば支援していくっていうね、そういう流れがいいんじゃないかなと思います。癒しの力よ。新年の挨拶としまして、これからこのチャンネルどうしていくかっていうことをちょっと話そうかなと思っています。私YouTube 始めたのはコロナ禍が始まった春だったので、この4月が来ると丸4年とかになるのかなと思うんですけれども、その当時、本当に仕事がなくなってすごく暇になったんですね。ですから何かできることがないかなということで YouTube を始めたと、よくありがちな理由だと思うんですけど、そういったことでありました。で、別に誰かに求められていたとも思わないし、私がそんなことをしたところでっていうのもあったかもしれないんですけど、できることはしようと思って やり始めたことなんですね。それからなんだかんだ右往左往しながらずっと底辺 YouTuber のままでいるんですけれども、なんとか続けることができているなっていう、そういうふうなところでございます。ただですね、やっぱり YouTube を始めた時に比べて日常の忙しさというかね、日常の私の業務というものが返ってきまして、ある程度忙しくなっているっていうのが現状なんですよね。どうしていけばいいかなということを思ってまして、せっかく続けてきたし、なんかやめるのも嫌だなと、なんかあいつ更新しなくなったねみたいな、消えたね母みたいな、コロナ禍でバッと YouTube 発信だとか SNS 発信した人出てきたよね、でもみんな消えていったよね母みたいな、なんかそういう笑いのネタにする人たちって結構一定数いて、なんかそういう風な、人たちに一矢報いたいみたいな思いもあるんですよね。せっかく続けてきたからっていう思いもあって続けていきたいなと思っているんですね。で、どうやっていくんがいいかなと思いまして、できるだけ手抜きをしながら、やっていくんがいいかなと思っています。このチャンネルは浄土真宗とか仏教の情報発信、できるだけ見ていただけるようなちょっと楽しげなことができたらいいなと思いながら始めたわけですけれども、ある程度知識っていうのは飽和してきたんじゃないかなっていう思いもあるんですね。それ知ってるよっていう、そういうふうな雰囲気もなんとなく感じるわけですよ。だから、これからの情報発信ってどうしていこうかなっていうことをちょっと考えていまして、で今私が思ってるのは仏教という枠を緩くしていろんなジャンルに挑戦してみようかなと思います。今までもエンタメ系ジャンルみたいなことはいろいろやってきたと思うんですけど、エンタメ系だけじゃなくて、例えば悩み相談であったり、時事ネタであったり、そういったことに、この枝ぽよというしょうもないやつはどう思ってんのかみたいなことをですね、なんか述べていくみたいな、そういうふうな動画を増やしていこうかなと思っています。それもできるだけ取りっぱなしっていうか、
あんまり編集せずに出していけたらいいんじゃないかなと思っています。時事ネタに触れるっていうことは、宗教以外にも、例えば政治ネタだったりね、芸能人の不倫だとか、正直どうでもいいなと思うけど、そういったことにも、なんかあだこだ言ってみるっていうのもいいんじゃないかなとちょっと思ってまして、あとご飯食べに行ったりするのもいいかなと思ってます。地元福山市の美味しい料理屋さん食べに行くみたいな。まあそういう Vlog みたいなね、動画も増やしてもいいんじゃないかなと思っています。あんまりテロップ出したり文字出したり、ドンドンって効果音入れたりとかっていう、まあ、そういう編集っていうものを、まあ、できるだけ少なくして更新していけたらいいかなと思っています。以前はお寺の和室で動画を撮っていましたけれども、あそこの和室って仏間のすぐ横なんですね。仏間の横で撮ってまして、そこはまあいわゆる客間なんですよ、客間。だから人が来たらこうお通しする場所なんですね。でそれは毎回機材を片付けて出して片付けて出してみたいな、そういう状態なんです。それも結構大変だなぁと、まあ、照明器具置いてカメラ置いてマイクセッティングしてとかっていう、でそれだけでも結構な時間かかるし、寒いし暑いしみたいなところもあるので、できるだけ撮影環境もパソコンの前でそのまま撮るとか、まあ、今日みたいにグリーンバックで撮るとか、まあ、できるだけ手を抜くというか、まあ、そういうふうなことをちょっと考えています。これからも YouTube 頑張って続けていきたいと思ってますので、まあ、ぜひ、まあ、視聴者の皆様も、まあ、なんか、ああ、またこいつなんかやっとるなっていう感じでお付き合いしてもらえたら幸いでございます。有益な情報とか、ま、そんな出せるようなまあ、スキルもなければ知識もないんですが、日常のちょっとした息抜きというか、家事してる時にちょっと流しとくとか、トイレに入った時に見るとか、まあ、その程度のコンテンツとして、まあ、私がいたらいいかなと思ってますので、まあ、気楽にお付き合いをいただけたらなと思います。もちろん、浄土真宗の、教義の話だったり、作法の話だったり、まあ、住職としての発信であったりっていうことも続けていきたいと思ってますので、まあ私なりの言い方っていうのもあるだろうし、私なりの受け止め方っていうのもあると思うので、まあ博学な学僧方々の話だけじゃなくて、まあ私みたいな、まあ、しょうもない坊さんの話っていうのもそこにあっていいと思うんでね、まあこれからもお付き合いいただきましたら幸いでございます。ということで、まあ今年は新年からとても痛ましいというか、辛いニュースばかり聞こえてきて、ちょっと気持ちがどんよりするようなところもあると思うし、実際にこう被災されて、すごく辛い思いをしていらっしゃる方もおられると思いますので、そういった方々の思いというものを大切にしながら、私もできることを精一杯やっていきたいなと思っています。おそらく私が所属している若手僧侶の会でも、何かしら支援の形を取ると思います。実際に現地に行って何かしらお手伝いすることがあるかもしれないし、まあ、金銭的な形で、支援させていただくかもしれないし、おそらく何かしら形は取ると思うんですけれども、とりあえずは私個人で何かできることはと思って、少額ではありますけれども、お金を送らせていただきました。まあこれからも、まあできることがあれば私もやっていきたいなと思っているんですけれども、まあそれと同時に、できるだけ日常生活っていうのを普段通り過ごさせてもらうっていうことも一つ大切にしてやっていきたいなと思っていますので、お付き合いいただきましたら幸いでございます。それでは今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように。じゃあね、バイバーイ。